はい、えー、皆さんこんばんは、えー、2014年最初の中田史の楽しい資産形成塾始まります、えー。今年はですね、年末年始の間に世の中がかなり僕は変わってしまったなという印象を持っておりまして、まあ、その辺のお話を実は今日、えー、私どもの授業がありまして、えー、今日は名古屋で実は午前中、お話をしてきたんですけども。 結構ですね、えー、去年の年末はあの株も非常に高く引けて、為替も円安トレンドということで、まあ、2014年その勢いでね、えー、結構楽観的な見方が多かったと思いますけども、実は私個人的にあんまりこういう映像に残る場面で申し上げたくないんですが、えー、正直言いまして、やはりその安倍さんのです、ね、年末の靖国訪問が一つの 世の中の雰囲気を変えてしまった、えー、結構大きな出来事だったんじゃないかなという印象がどうしても拭めませんで、実は年明けてからですね、えー、なんていうんですかねあの、世の中のそういう微妙な心理状態の変化っていうものが、市場の価格なんかにも表れてきておりましてね、為、え、替、ー、も先週、き、まあ、昨日の引き当たりは102円台まで、瞬間、102円割るんじゃないかっていうところまで、 一気にちょっと円高が進んだり、あとニューヨークの株価がです、ね、300ドル以上の下落になったり、えーまあ、結構大きな変化が少し出てきてます、でこれは何か基調として、その何か大きく変わったのかというよりは、もともと予定されているいくつかの事象が起きてるに過ぎないんですけれども、ただ、市場参加者の心理がです、ね、少し微妙に変わってきてるなというのが、えー、正直な感想です。 ちょっといくつかね、振り返っておきたいなというふうに思うんですけども、えーまあ、靖国参拝がなんで問題なのかという話なんですが、実は先週、あのスイスのダボス会議っていうのがありました。で、ここは世界中の政策当局者であったり、その国の首相、大統領、えー、こういった方々がですね、一度に会する、まあ、非常にあの重要な会議なんですけども、えー、安倍首相がですね、ここで基調講演ということで、えー まあ、歴代の首相の中で初めてね、えー、先陣を切って、その日本のまさにこのアベノミクスというものを世界に対して発信をしたわけなんですが、まあ、これはこれで非常に良かったんです。ところがですね、その後このダボス会議というのは確かもう40年ぐらいになるんですけども、その創設者と1対1でそのインタビューをする場がありましてですね、その中で単刀直入にこの創始者の方が、 と、あなたはなんで靖国参拝したんだと、いきなり担当職入に聞かれて、安倍さんもさすがに回答を用意してなかったのかですね、えーまあ、今まで一生懸命練習した英語のスピーチの後に、さすがに英語での回答が難しかったようで、日本語で、えー、それは、まあえー、真摯にお答えになっておりましたけれども、えー、どうもこれが一つ、さらにあの波紋を投げかけてしまったようでして、 世界が日本に対してどういう目を向けているのかというのが、ちょっと浮き彫りになった会議だったように思います。もう安倍さん戻ってこられて、通常国会に出てらっしゃいますけれども、これからの舵取りはです、ね、結構難しい、実はあの沖縄の、ね、選挙もありましたし、今度、都知事選があります、これも結構面白い展開になってきてまして、 まあ、おそらくあの、まあ、こういうことをやっぱりこの場で申し上げるのは妥当かどうかあれですけども、私なんかは、まあ、あの自民党が推薦されている松戸候補がです、ねえーまあ、有利なんではないかなとは思ってますけども、えー、場合によっては、細川さんが、えー、票を獲得して、都知事になるということの可能性は全くゼロではないといったときにです、ね、その市場に対してどんな影響が出るのか。 みたいな話を、実は今日の午前中の授業でしてまいりました。で安倍さんにとってみたら、えー、要は参議院の議席改選までの間は、自らそら衆議院を解散しない限りですり、ね、国政選挙がないということが、一つの大きなあの政策を進めていく上で、まあ、有利な、えー、条件だったわけですで。これ自体は現時点では変わってませんけども えー、ちょっとそのアメリカとの関係、あるいは中国との関係、この辺がですが、ね、やや昨年の靖国訪問以降です、ね、ギクシャクしてまいりましたで、えー、アベノミクスの3本の矢のうちの3つ目の,です、ねえー、その規制緩和、あるいはその改革を進めていくという部分が、まさに本領を問われるのが今年なんですけれども、それを推し進めていく上で、例えば TPP の問題とか、 当然国際協調の中で日本というものをどんどんその対外的に打ち出していかなきゃいけない、まあ、こういうタイミングで,です、ね、アメリカがちょっとそっぽを向くじゃないですけどもなんでこのタイミングでこんなことをやってくれたんだというのが如実にその不快感を表すような、ね、ことが起きてきていますで中国も韓国もどんどん態度を硬化していくという状況ですのでそんな中で沖縄の えーまあ、自民党の政策に若干その、なんていうんですかね、ブレーキをかけるような、まあ、現職の市長が再選されましたし、えーまあ、今度の都知事選ということがありますので、結構政治要因ですね、あるいは国際関係、この辺が今年の大きな、えー、鍵になってくる、そういう感じがしてまいりました。そんな中であの実はアメリカのです、ね、財務長官が 先々週ですね、ちょっと気になる発言をしておりまして、これも一つの市場の心理の変化につながってきているのかなというふうに思います。何を言ったかというと、具体的な為替の水準の話はしてないんですけども、まあ、実際、今年し105円台にね、また戻って、そこがちょっと頭にあの当面のドルの高値になってきちゃってるんですけども、105円を超えたタイミングで、日本は過度に今後の 成長戦略を考える上で、為替政策にあんまり過度に依存しちゃだめだよと、こういうことをあえてその水準で言ってきているわけです。で、この真意をですね、実は日本の当局者も、市場関係者も今一生懸命、えー、本当の真意は何なんだんだということを探ってるわけですけれども、一つ考えられますのは、やはりそのドル円の為替レートがですね、日本はさらなる金融緩和を進めて、 どんどんこのアベノミクスを具体化していく上で、もう一段の円安というのは、ある意味、規定路線というか、当然それを許容されていると、国際社会の中でも一定の理解を得ていると、まあ、こういう前提で、すべての政策がある程度今、進んできた経緯があります。ところが、一番肝心なアメリカがですね、これに対してやや、えーまあ、異議を申し立てるような、しかも財務長官ですから、 日本で言えば、小倉大臣財務、これも財務省か、財務大臣の発言になります。これは結構、大きな波紋を投げかけておりまして、為替水準そのものが今、105円を超えてきて、このまんまその一本上市で一段の円安、まあ、ドル高ですね、これが進むとどうなるか、これはです、ね、アメリカの立場からしてみると、 日本に対しては、その世界の景気を、経済をね牽引していく、早くそういう立場に戻ってきてほしいということで、えーまあ、サポートは惜しまないんだけどもうん、なんか日本だけがね、いい思いをしてしまうのは非常に、えー、よろしくないということで、実はアメリカは今年の秋にです、ね、中間選挙というものがあります。で、えー、これ以下によってはです、ね、今、アメリカの国会もねじれ現象がありますので、 できれば民主党としてはです、ね、政策運営を容易に進めやすいような環境を作りたいということで、自国の産業保護、あるいは自国の,その経済活動にとって、できるだけ有利になるように、国内的にもそういう発信をしていかなきゃいけないタイミングに入ってまいりました。で、まあ、先般、日本の報道でもありましたように、トヨタ自動車がです、ね、2年連続して世界の販売台数トップの座を。 えーまあ、維持したというニュースがありましたけれども、これはアメリカの自動車産業にとってみたら、結構嫌なニュースです。えーまあ、国内、アメリカ国内ではうです、ねまあ、こういう状態に対して、それなりの不満が高まってきているというふうに見るべきだというふうに思います。そうするととアメリカの政策当局者ししてても、えー、やはり自国産業ををこれからさらさにその景気を良くしてね 競争力をつけてもらって、アメリカの景気回復、これがやっぱり一番大事な部分なので、そういう形で貢献していきたいという中で、ですね産業界から反発の声が上がってくると、今の民主党政権にとってみては、あまりよろしくないということで、どうもやっぱりその政治的な駆け引きとか思惑が、ですねいろんなこれからの政策決定に大きな影響を与えてくるという感じがしております。 そうすると、例えば TPP の交渉の問題とか、日米がある程度、手を握り合って、ですねお互い主張することは主張して、譲るところは譲ってという形で、双方が、えーまあ、あのメリットを得るような、えー、その進め方っていうものが望ましいんですけども、若干、ですねアメリカ側が日本に対して警戒色を出してきているのではないかなと。 まあそんな感じの印象を、このウ財務長官の発言からえまあ感じ取られるわけなんですが、これは市場はどう判断したかというと、暗黙の了解で,ですね110円ぐらいまでの円安っていうのは、もう日米間で後ろで握りがあると、ですからあんまりその当局者がこの為替の水準そのもので,で、何かを言ってくるってことは、あんまり想定してなかったんですよ。ところが、こういう105円ぐらいのタイミングで、 こういう発言が出てきたということで、ちょっとですね、市場が動揺しているのは間違いないです。でこれを受けて、実際、やはり104円台から105円を伺うような展開になっていたんですけども、えー、今週は後半にかけてですね、1、えー、つは、えー、新興国の通貨が今、ものすごく売られてるんですね、えー、南アフリカランド、それからトルコリラ、えー、メキシコペソ。 それからアルゼンチンペソっていうのが今回、結構売られまして、おそらくブラジルのレアルとか、資源国通貨、あるいは高金利通貨と言われている国々の通貨が、先週、先々週、の沖並みですね、今、ドルに対して大幅に下落してきてます。オーストラリアドルなんかは、ですねちょっと気がついたら、大円でもついに90円割ってしまいまして、かなりあの対ドルでの下落幅が大きいわけですね。 でカナダドルもそうですなんでこんなことが起きてるのかとで、これはやはりアメリカの金融政策が一つの大きな付箋としてありまして、えー、今、アメリカはそのリマンショックの後ですね、QE、QE2、QE3 ということで、量的緩和を積極的に推し進めてきて、まあ、金融緩和政策を、ね、ずっと続けてきたわけですけども、それをいよいよ収束に向かいますよと。 いうことで、えー、バーナンキさんが前回動いたわけですね。で、市場に対して資金を供給する量を少しずつこれから絞っていきますよと、ただしまあ緩和っていう状態自体はこれからも継続するんだけども、今まで提供してきた量を少しずつ減らしていきますと、まあ、こういう話をしました。したがっっっててて、えー、おそそらく今年中にににですね市場に供給される資金のの量ははだ、えー、だんだん減っていって最終的にはその 追加で資金を市場に提供する政策は今年いっぱいでほぼ終わると。でその後、えー、景気動向を見ながら、場合によってはまあ金利の引き上げ、えー、要は金融引き締めという方向にトレンドとしては向かうというふうに、まあ、市場は今あ大きな流れをつかんでるわけです。で、えー、そうなってきますと、アメリカの金利が将来的に上がるということで、今まではアメリカの金利が低いから、 なかなか利益が出ないからということで、海外に積極的にえまあ向かっていたお金が、アメリカが金利上がってくるんであれば、アメリカに戻そうという、いわゆるテーパリングっていうふうに言われてるんですが、そういう海外に分散していたお金が、アメリカに戻る一種の里帰り現象ですね、これがいよいよ本格化してくるだろうということで、新興国の,えその通貨、 特に高金利国の通貨だったり、その資源国通貨、これはその新興国の経済が、今まである程度世界の景気が、先進国がダメなときにですね、支えてきた側面があるんですけども、いよいよここへ来て、ちょっと疲弊してきてる。そういう中で、新興国通貨があの不安定な動きになってきて、ここに追い打ちをかけましたのが中国です。ですから、今年はやはりアメリカと中国の動きっていうのは、全くあの、 目を離せなない状況なんですが、えー、先週起こったのはですね中国で1つは景気指標の中でも、えーまあ、企業が、ね、どういう活動をしているかというのを指数で表しているものがあるんです。HSBC という銀行が公表している数字がありましてこれが50を上回るか下回るか、えー、それがどういうトレンドにあるかということであまりあの中国の景気状況が今どっちに向いているのかなというのを判断する1つの 先行指標なんですけども、これがやっぱり50を下回って、あんまりよろしくない、あの力強さを感じない数字が発表されました。で、えー、実は来週ですね、週明けに、今度は政府が発表する、えー、そういう指数が出ます。で、これに対しても弱い数字が出るんではないかというま懸念が出てきていること、それからもう一つはですね、えー、まあ前回、これも先週、先々週ぐらい発表になりました、 昨年度の中国の経済成長率ですね、GDP の成長率が、確か7.9%ですかね、7.8%ですかね7、7%の後半という数字で、これは今まで9%台の成長を維持していた中国にとってみたら、2年連続して8%を下回る成長になったと、場合によっては今後7%ぐらいまでの成長の原則が前提になっていると。 いうような見方で、えー、決して絶対値としては悪くないですよね、7.8っていうのは、日本なんてまだ1%パーとか2%パーとか言ってるところなんで、ただ、その今までその世界景気を牽引してきた中国が、えー、だんだんその今後、景気の伸びがです、ねえー、スローダウンしていくという、まあ、印象を、まあ、世界的に投資家が懸念しているという、そういう心理の表れが出てきていると思いますで。もう一つダメ押しがですね これはもう去年ぐらいからいろいろ取り上げてきてますけども、中国における、その、まあ、闇というかですね、その裏側の金融商品、利、まあ、財商品というんですけども、これがですね、大量の資金を国民から集めてるわけです。で、あの、なんて言うんでしょう、まあ、分かりやすく言うと、高金利で、 ある程度その元本を保証するような仕組みのものが本来その金融機関が提供しているものではないえ例えばその地方のえ開発プロジェクトを進めていく企業に対しての貸し付けであったりねですからその表のルートで資金調達銀行からお金を借りてプロジェクトをやるんではなくてそういう理財商品というものの箱を通じて集めたお金でいろんな地方のプロジェクトなんかが 進められていいるという現状がありますで当然あの、預ける側からすると、えー、預金金利は低いですし、えー、不動産も手が出せない、高いから、えー、ということで、昔は銀行が金貸してくれたけども、貸してくれないという中で,です、ね、その少しでも有利な運用をしようとして、そういう利財商品というものにです、ね、ものすごくお金が集まったんですね。でこれがが、えー、ちゃんと召喚を迎えるものが えー、これからいっぱい出てくるわけですけども、いよいよ1月31日に償還を迎えるある商品がですね、えー、その中身がもう不良債権化しているということが公表されました、したがって、これをデフォルトっていいまして、まあ、債務不履行として、国がどう対応してくるかっていうのが今、すごく注目されてるわけです、で実はもう、もう本当に数えきれないぐらいのこの商品がありますから。 国がこれを救済してしまうと、ですね国はもう無限大の今後、そういった償還リスクを抱えることになります。ですから、そらくそう簡単に国がね、なんか支援の手を差し伸べるとは思えないんですけども、かといって、これがデフォルトになってしまうと、一気に今度は信用不安というものが、中国国内で蔓延してまいります。そうなるとですね中国の金融制度 これに対して、いろんな不安要因になってまいりますので、場合によっては、中国発のリーマンショックじゃないんですけれども、今後、大きなその影響を及ぼしかねないということで、実はこの辺に対する不安心理が、ですね先週の中国がまあ風邪をひく、イコール新興国、高金利国、資源国の景気の先行きに対して、不安を投げかけると。 いう連鎖反応でリスクを回避しようという動きが強まって株が売られて円が買われるという構図になっておりますただですね基調としてはアメリカの景気が確実に回復しているこれはもういろんな数字が示しておりますしこの見方に対して異議を唱える人はそんなに多くないですですからアメリカの景気は着実に回復傾向にあるその中で日本は 金融政策、金融緩和を一段と推進して進めて、アベノミクスの、まあ、屋台骨といいますかね、えー、規制緩和がしやすいような環境を整えていくと、えー、日銀の黒田総裁は引き続き、えー、無期限で、えー、一定の効果が出るまでは、今の金融政策をどんどん進めていきますよと、場合によっては追加緩和も実施しませんということを世界的にアナウンスしています。かたやアメリカは 確実にその資金の供給量を少しずつ市場に提供する量を絞っていきながら、景気の動向を見ながら、ですね場合によっては金利を引き上げていく方向に向かうかもしれないという大きな流れの中で、基調円安というのは、僕は変わってないと思います。最近発表になななりまししした貿易統計もでですすね赤字幅がどんどんん拡大している状況ですしなかなかあのー ファンダメンタルズから見たその円安っていうのは、これは揺るぎがないんですけれども、リスクオン、リスクオフっていう、この投資家の心理状態によってはです、ね、一時的にかなりあの為替相場が影響を受ける可能性が出てまいります。ですから、中長期的なトレンドの円安の中で、えー、そのいろんなタイミングによってはです、ね、急激な円高というものがある程度は想定しておかなきゃいけないということになります。 で今回はたまたまです、ねあの、基調としてやっぱり円安、ドル高というふうに見ている方が多いので、昨年末あたりからです、ね、えーまあ、シカゴのそういったあの先物を扱っている、えー、縦玉っていうのがあります、円を売りっぱなしにしてる人、まあ、ドルを買って円を売ってる人ですね、この人たちの,その縦玉の枚数が、まあ、非常に高い水準まで膨らんでおりました。 今まで一番高かった時期ほどではないんですけども、えー、これ以上、一段と、ね、その円売り、ドル高が進むっていうのは、なかなか需給面では難しいような状態にはなってたんです。ですから、何かきっかけがあれば、えー、今までたまってきた利益を解消したり、えー、あるいはその、まあ、売ってもいいよっていう、肩を押してくれる材料を探してたっていう中で、 まあこの新興国のえ通貨の下落、あるいはルー長官の発言、このあたりがまあ材料として使われたのかなということで、実はこの先週1週間で,で、この円売りドル買いのポジションは相当数解消されてきています、ただ、依然として水準自体はまだ高いので、私自身は個人的には、来年の、ごめんなさい、今年の3月ぐらいまで、駅長、あ、のー 今までの貴重円安ドル高という流れの調整局面に入っているのかなというふうに思いまして、当面は105円の半ばを高値にして、100円を目指していく展開、場合によっては100円を割れる展開も視野に入れながら、次の中長期的なそのドル高に向かっていく、そういう調整局面というふうな位置づけで考えております。この中でまあいろんな今後出てくる都知事選挙の結果だったり、 えー、あるいは消費増税の話だったり、いろんな材料が、まあ、あの相場の動きに影響を与えてくるわけですけども、やはり大きなトレンドをまずつかむということで、えー、米国の景気動向と、あとはやはりちょっと直近で言えば中国の動向ですね、えー、これからは目が離せない展開になってくるんではないかなというふうに思っております。えー、今月はやはやりその日銀の政策決定会議 それから FOMC の議事録なんかも今,年あ今月の後半、来月ですね、出てまいります、えー。このあたりでアメリカの政策当局者の微妙なその、えー、政策決定委員の発言なんかを見ていくと、えー、そういったその彼らがどういうふうに考えているのかというのがだんだん、えー、明らかにされてまいりますので、アメリカの景気指数なんかにも注目を払いつつ、ですねちょっとやっぱりこの政治要因、 特にこの日中関係、日韓関係、それから日米関係、この辺のニュースにはぜひ関心を持ってちょっと見といていただきたい、でそれが為替とか株式市場にどういうふうに影響をしていくんだろうかということで、ご自身なりにですね、えー、いろんなそのシナリオを書いてみていただくのが非常にいいんじゃないかなというふうに思っております。で今日はです、ね、ちょっとあの…いい 実はあの私ども、20014年,年、実質あの会社がこの AOIA という会社を作りまして、えー、3周年記念パーティーというのをこの3月15日にです、ね、企画しております。であの、堅苦しいものではなく、できるだけ多く,多くの方に私どもが今までやってきた活動のご報告と、4月以降から始まる新しいカリキュラムのご案内、それからまあカードゲームというのを作ってますので、えーまあ そのゲーム大会みたいな、ね、形のものも企画しておりまして、まあ、結構豪華な商品もご用意する予定にしております。でえー、ご登壇いただくパネルディスカッションみたいなのもちょっと考えておりまして、えー、FX の世界で有名な先生方とかですね、今まで私どもの講演会で、えー、いろいろサポートいただきました先生方にも一部ご登壇いただいて、えー、この未来を切り開く 3つの知恵と1つの約束、実は今日これ、私、初めて見たチラシなんですが <laughs>、これ、まだあの第1弾、第2弾、これからどんどん作っていきますけども、一応こういう形でチラシも出来上がってまいりました。で、えー、3月15日、会場はですね、渋谷を予定してます。で、できれば100名を超える方々にご参加いただきたいと思っておりますので、これからホームページ、あるいはメールマガジン、 東東でもあの積極的に乗船してまいりますけども、えー、なんとですね、えー、ゲーム大会の特賞が、ですね、えー、ハワイ旅行をご招待ということで、えー、会費は3000円でございますんで、えー、3000円でハワイ行けたらいいですよね、ぜひあの、えー、多数の方のご来場をお待ちしております、堅苦しいパーティーじゃないんで、えー、1人でも多くの方に、私どもの、えー、会社の活動だったり、 その学んでいくその授業の中身だったりね、ご紹介しつつ、ゲームをしながら、いろんなえ知識を身につけていただくという企画をしておりますので、またこれはいろいろ詳細固まってまいりますと、随時ご案内してまいりたいと思いますが、3月15日土曜日、11時から2時まで3時間、ぜひ今、予定表を見ていただいて、ですね空いている方はしっかりそこを押さえといていただきたいなと。 いうふうに思っておりますそれでは全般の部分はこの辺りにいたしまして、今日はですは、ね、特別なゲストをお迎えしておりまして、とても素敵な、えー、方をお迎えしておりますので、ぜひ後半もお楽しみにしてください。 産経成塾パート2の後半に参りますえ実は今日はですね、えー、非常に素敵なゲストをお招きしております。えー、なんと私の、えー、中学校時代の同級生ということになりました、はい、これ言わないほうがよかったのかな <laughs>、えー、また後ほど詳しくお話し,しますけれども、えー、税理士の先生でいらっしゃいまして、不動産に関しても非常にお詳しいあの専門家でいらっしゃいます、種村智子さんを今日はお招きしております。 えー、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、ちょっと余計なこと言っちゃいましたかね。ちょっとね、<laughs> ちょっと余計でしたね。<laughs> すみません、えー。富山県、私ども富山県の出身でございまして、あの、もう知り合ったのそうセミじゃもう相当古いわけですけど、そうですね、何十年前です。ね。ただ実際こういうその仕事関係での接点というのは、もう本当に中学校時代のそういうフェイスブックから少しずつなんか。 えー、私もあのお友達申請したりするようになって、えー、実はいろんな、あのなんていうんですかね、そういう集まりはあるんですけども、なかなかお仕事の話をする機会がなかったんですが、えー、全く別の名古屋のパートナー経由で、あ、えー、あ、すごい先生がいるよということで、お名前が出てきたのは谷村先生で、あ、えー、あ、なんだという話になってですね、で今回。 実はあの私ども4月から新しいカリキュラムをいろいろマを増やしていくんですが、その中でその、のま,まではさっき申し上げたような金利、為替、えー、市場全体の動きとか、そういうお話が中心だったんですけども、もうちょっといろんな資産の格論をね、えー、より実践に即した授業も増やしていきたいという中で、田村先生にもその私どもの授業の えー、中身をサポートしていただくご相談をちょうどしておりまして、ですねその流れで今回、えー、出演いただくことになりました、よろしくお願いしますもう結構、あれですよね、不動産を中心にあの、税理士事務所を今、経営されてるんですねそうですね、はいあの、お客様の大半が、えー、不動産を所有してらっしゃる方あ<ー>、まあ、あとは不動産に関わるお仕事をしてらっしゃる方が多いです。あそうですか、はい 結構そのどうですか、去年あたりからアベノミクスということでいろいろ言われているわけですけどあとオリンピックが決まって結構あの不動産がこれから暑いんじゃないかという私の周りでもちょっと不動産買いたいなんて相談が多くなってきているんですけど実際ご覧になっててどううですかそうですすかそねまずあの賃貸需要という意味では、はい、まあアベノミクス以前から えー、東日本大震災の影響があって東北地方でお持ちのオーナー様はかなりあの満室状態が続いていてお部屋が足りないという地域的なものだとは思いますがはい、はい、かなりあのとてもいい状況にはあ去年アベノミクス効果か不動産の価格がものすごい上がりましたので,たで、ね、売られる方が多かったですね。 あ逆に今まで持ってらっしゃった方はかなりのキャ,キャピタルゲインを得て売られる方が多くてですね<ー>かなりのお客様が今年はあの税金対策に悩んでらっしゃるいうそう状況ですえ<ー>他方を、まあ、この周囲の,その不動産熱に押される形で新規参入されるお客様も多くて、はいはい えー、去年初めて購入されたという方も何人もいらっしゃいます、うん、あやっぱりそうですか、はい、じゃあ、やっぱりその、割と前からお持ちの方々は、どちらかというと、このタイミングでキャピタルをしっかり取られて、えー、そのアベノミクスとか将来に対する期待感で、今まで不動産にあんまり関心がなかった方々も含めて、そういう新しい投資家が少し出てきたという感じですかね。そうですね、うん、古い方は売り、新しい方は買いということだったと思います。なるほどねはい これはその地域によって何かそういう動きの特徴みたいなのってありますか、えー、私のお客様はほとんどあの、まあ、関東圏の方が多いんですが特に都心部では今高止まりしていて物件がないんですねあ<ー>で地方の、まあ、いわゆる氷回り表面利回りが高いものといわれるものを買ってらっしゃる方もいいらっしゃいます、はい、やっぱりその人気がある都心部っていうのはなかなか物がないわけですか。 そうですねこれまでであればあ,の、まあ、あまり当てにならないですけど表面利回りが10%ぐらいで出てきたものがうん、うん、通常今7とか6ぐらいで出てます<ー>それで売れてしまうので<ー>もう高くて高くて買えない状況になってますああなるほどねやっぱりその、まあ、表面利回りが仮に10%でも実際いろんなかかるコストとか考えると、はい えー、実質の例えば10%で表面回ってたら実質の手取りのネットのリイルドってどれくらいなんですか建物の状況によるんですねあ<ー>あの古い物件だと修繕費がかなりかかったりああ、まあ、また空室だったりすると回らないですし新しい物件比較的新しい物件で10%であれば、まあ、表面と実質はせいぜいそこで出てく経費ぐらいなので。 実質でもまあ９パーとか８パーぐらいは取れたりするんです,ですただ古い物件で空室が多かったりすると、そこから２パー、３パーもっと下がることもありますね。なるほどね。はい、そうするとやっぱり表面金利だ表面の利回りだけで判断してしまうと、まあの落とし穴にも陥りかねない、はい、ということですかね。なるほど。あのまあ私どもの瀬戸さんなんかは割とこれからまあ資産形成して、はい あるいは、これからその運用先を、あるいはある程度実践に移していきたいという方が比較的多いんですけども、その、これから不動産投資を始めようという方に対して、えー、特に今の環境なんかを踏まえてですね、どんなアドバイスをしてあげた,たらいいんですかね。そうですね。まず、あの表面利回りという言葉に騙されない。これね、都心信託とか、あの、全部一緒ですからね。<laughs> 表面の利回り。 あと毎月配当とかありますよね、あ,の、はい、あれに惑わされちゃだめだと。はいそうですね、あとあの、税務上の、まあ、税金でいう利益というものと、はい、手元に残るキャッシュというのは違うんだということを、これは例えば、具体的にどんんなな感じなんですか例えばその、えー、不動産の場合は、原価償却というものが、はい、の価償却建物の価値が。はい 年数ととその減っていく分を原価償却って言うんですけれども、はい、それを経費に出ることができるんです、ね、あなるほどね税務上は経費扱いできますと、はい、それはただお金は出てかない経費なんですねああ建物の価値が毎年、まあ、減価していく分をはい帳簿上経費として認めてるということですね、はい、だけどお金は出てかない他方今度はあの借り入れを行っている場合、うん、借り入れ金の元金を返しますね、うん 元金の返済って経費じゃないんですよあくまでも借りてる分の返済なのでキャッシュは出てくけど、うん、経費としては計上できないなのでそこのところで、まあ、お金の流れと費用の流れは違うと<ー>で実際に小売り回りなの何だのって言われていても なんだお金は全然残らないんじゃない<ー>っていうことに陥っているケースが多いんですねねなるほど、ね、まずそこのお金とあの利益っていうのは違うっていうことを理解した上で始めないと危ない物件を掴んでしまうっていうのはありますね。なるほどねよくあの会社の経営でもその、えー「黒字倒産」とかね、うん、よくありますよね。そうですね、えー、感情足りて何でしたっけ銭足,足らずか。 まさに不動産でいうとそういう状況なわけですね。素人の方素人っていうかその比較的経験値が浅い方が一般的に陥りやすいその罠みたいなのってのは今おっしゃったようにその表面の利り回りについつい騙まされてしまうという部分とあと注意した方がいいこととかってありますかあああとはですねまああの 業者ささんんががローーンをけけてくださるケースが多いんですれども皆さんフルローンっていってその建物の購入価格全てをローンつけてくださる業者さんがいるんですけれどもまあいろんなやり方をしてですねそれが必ずしもいいわけではないとフルローンをすることによって返していくお金も多いのであの最初はいいけど運営していくとお金が足りないとかっていう状況もあるのでその辺をよく考える必要がある。 すごく親切な業者さんだなって思ってて思しまうと、ね、<laughs> 思ってしまうと大きな落とし穴があとはその税金とは関わりなく本当にその不動産がその立地でお客さんが入るのかどうかうあのお客さんが入っていただいて収入があるわけなのでそれが本当に回るものなのかどうなのかっていう、まあ、税金とは違いますけれども、うん。 物のの自体の価値というか立地立地状況というのをよく考えないといけないですね。なるほどね。はい、あの東京都心部あるいはその近郊であれば、まあ、今だったら2020年の東京オリンピックとかいうことでその一部の地域は比較的そのニーズがこれからまだまだ高まっていくだろうと。ところが逆に、まあ、私どもの地元もまずそうですけど。 人口がやっぱどんどん減っていく地域だったり、えー、特に地方なんか行くとバブルの時は結局後追いでその地方の時間も上がってきましたけどこれからはなかなかそう簡単にはいかないですよねだからやっぱりその立地もおっしゃっていただいた立地なんていうのはすごく重要なんですね,ですね、はい、うーんやっぱりその駅から徒歩何分とか そうですね、うん、それもありますし、まあ、駅からちょっと離れていても人気がある場所というのはあるんですね、えー、その辺のリサーチを、うん、まあ今、いろいろ判断できるサイトもあるので、えー、事前にそういうところで確認した上でやらないと、うん、ま大事なお金ですからそれも皆さん借金書ってやるので、うん、それだけの基礎的な知識を持って勉強してからやっていただいた方がいいと思います、うん、やっぱり、ね、不動産投資もやっぱりちゃんとした基礎知識を持ってからやらないと。 つついついその商品ありきで、利回りでつられて、乗っかってしまうと、ですねこれ、運用商品もすべて一緒ですけど、やっぱり思わぬ落とし穴がね、あると、<はい S 1> やっぱり、われわれよくここで授業でやってるのは、金利ってどうやって決まるんですかとか、そういう金利動向みたいな話はよくやるんですけども、不動産の利回りとやっぱり金利っていうのは、結構密接な関係があるんですよね、そうですね。やっぱり <はい S 1> 借り借入れのそのそ調達コストはい これはは今今歴史的に見てどんんんなな感じでででですか今は低いですすすかか低低低いいいやっぱりただその中でもあの通常の都市銀行や地方銀行で融資をつけてくれない物件というのがあるんですね<ー>、まあ。とても古かったりとか道路付けに問題があって再建築ができないような物件であるとか耐用<ー>、まあ、年数を過ぎているような物件とかはい、はい、そういう場合は銀行があの融資をつけてくれない ケースが多いんですね。<ー>そうなると、あのノンバンクいわゆるノンバンクであったり、そういうところで借りていらっしゃるんですけど、うんうん、やはりそうすると金利が高い。うんうん、金利の返済だけでお金が飛んじゃうケースがある。うん、あのそれは本当に気をつけないといけないです、ね。なるほどね。まあ長年そのデフレの環境が続いた中で、金利はどんどん下がってきたけども、その資金需要もどんどん細ってきて。 えー、一時、まあ、貸金法の問題があったりです、ねえー、ノンバンクの業績自体というか、業用自体がかなりガーッと縮小した時期がありましたよね、うん、ところがその、まあ、そのインフレ政策を取ってアブノミクスということで、まあ、積極的にその金融機関も少し方針を変えて、えーまあ、融資に対して積極的になってきているって背景はあるんですが、本来の大手の金融機関、まだそこはまだ硬いんですかね。 そうですね。うん、あの金融機関の査定され査定すると、自分の希望してた額まで出ないとか、うんうん、ま元、あ、々もう花花にもは <laughs> けてもらえなかったりっていうケースもやはりあるので、ね、うんうん、そうなると皆さんノンバンクに行ってしまうんですね。うんうん、そこまでして買って本当に回るのか。なるほどね。と、まあ、株価的なその今までの発想で言うと、 行が貸してくれない人たちにあるいは物件に対してマ、まあ、ノンバンクがこの辺の姿勢って少し積極的になったりしてきてるんですかね。あのまあ今地方銀行で一つ出してくれるところがあってまああとノンバンクまあいくつかあるんですけれどもそうですね今は結構出てますね。ねただあの某地方銀行はちょっと絞ってきてるっていう話もあるらしいんですが<ー>まあ <S 某 S 銀行ですか。 そうですはいろいろと日々変わってるらしいのでこの S の正体を知りたい方は是非谷村先生に <laughs> ご連絡いただければと思いますけども、えー、結構あの今年の,そのアブノミクスの中で有望な銘柄っていうことでいろんな質問を受けて、まあ、一つは僕はノンバンクだろうなっていう話をずっとしてたんですけど。 まあ不動産があの活発になってきて、銀行が出せない部分も含めて、資金需要が出てくる、そうすると今までシュリンクしてきた業用がこれから拡大していくということで、株価的にも結構売り込まれてた部分があるんで、ただこれはもう去年1年で相当ね、水準訂正はされちゃってます、ただまあ今後の今のお話なんか伺ってると、不良資産化するような可能性も中には出てくるわけですね。その りと、はい、と見合わなないような物件だったりすると、はい、あの私ご相談も受けてるんですけれどもうん、うん、ご相談でキャッシュフローのシミュレーションをかけるんですはい、はい、そうするとあの何も言えなくなってしまう時があ <laughs> <laughs> もうあのともかく売った方がいいですよとしか<ー>お答えできない場合もやっぱりあって、はい、あのそういうケースはすごく怖いですね。ね 物件選びっていうのはこれからいろんなね、慎重にやっていかなきゃいけないですけど、うね、あのどうなんでしょう、一般的にその初心者に、まあ、<laughs> 向いているその物件選びというか、いくつかの,その、まあ、今おっしゃっていただいたようなことも含めて、えー、ポイントになるようなことをちょっとアドバイスしていただけると。あのいいろんな方がいらっっしゃって、はい、それぞれぞ 好き嫌いがやはりあるんですね<ー>不動産投資の世界でも、まあ、いろんな方がいらっしゃって、はい、お名前が通ってらっしゃる方がいるんですけれども、うん、区分投資がお好きな人とあのアパートがお好きな人、はい、あとは竹古の戸建てがお好きな人ってやはりいらっしゃるので<ー>それぞれそれに合ったやり方があると思うんですね区分投資っていうのはマンションですかそうですね。はい、区分マンンション、うん まあなので自分の手元の資金と自分があのどういうふうに関わりたいか将来自分がどの道にあの不動産に対してどういうふうに関わっていこう増やしていきたいのかまあ,あるいは一つ二つのお小遣いでいいのかっていうところで選べるものはかなり変わってくるなるほどね最初にこの今後自分がどういう方向に行きたいのかっていうものを一本決めていただいた上であの戦略を立てられるのがいいかなと思います。 やっぱりこれ私どももその資産運用の時にいろんなお話をする中でやっぱりそのご自身に合ったでしかもゴールを明確にしたその入り口が大事なんだよって話をよくするんですがまさにそういうことですねの通りですね全くその通りですなるほどねわかりました先生のお客様で海外とか結構その不動産関連でやられている方いらっしゃいますね あのやはりマレーシア、マレーシア、はいマレーシア多いですね、うん、で最近はあのミャンマーとかも皆さん、関心を持ってらっしゃる方、多い、はあ、ミャンマー、どうなんですかねあの、一気に来ちゃってるような気がするんです私もよくミャンマーは分からないんですが、えー、マレーシアもでもかなり高くなってしまっているので、あ,<ー>はい、あとはまあ以前からアメリカで、信託で持ってらっしゃる方とかもいらっしゃるんで、ねはいます、はあはい、なるほどね。 まあそうすると、まあ、これもやっぱりその目的ですよね、そうですねアジアの場合は、割とそのと投資っというか、キャピタル狙いの方が、はい、多,多いですかああのキャピタルっていうのは、その値上がり益をね、狙うっていうことで、うん、そういう比較的短期間で、えー、値上がり益、ただこれも海外の場合も5年ルールってあるんですか。あ あの日本は全世界所得なので、はい、同じです一、ね、緒なんですね譲渡、はい、所得そうするとやっぱり5年以内で売却してしまうと税率が高くなっちゃう高くなります結構足の速い物件だとやっぱりそういうものも結構多いんじゃないですかですただその場合皆さん個人ではなくて会社を作って会社で買われているケースも、ね、あるんすなるほどね、はい、そうするとまあある意味経費とかいろんなことをやってそこは調整できると、はいはい、他のものとできます、ね、はいはいはい、はい、損益通算というねやり方があるわけですけども あのハワイとかはどうですか。ハワイはどうなんでしょう。ハワイはあの私のお客様では持ってらっしゃる方がいらっしゃらないですね。いっい持ってらっしゃるとしてもはなコンドミニアムで、はいはい、それはもう自分のバケーションという目的の方、ね。やっぱりその投資って対象としてはちょっと違うかもしれないですね。すね高いようですね。なるほどね。先生が今個人的に着目されているところとか。私はあの今東アフリカ。 東アフリカ出ましたねいいんじゃないかと、まあ、全然不動産に関してはまだ未知なんですけれども、えー、東アフリカ今すごく伸びてますからはい、はい、あの辺面白いんじゃないかなと思ってます<ー>、はい、結構日経企業も最近進出してるんですよねはいそうらしいですね、えー、まあ僕なんかはよくスリランカとエストニアの話はするんですけど東アフリカってね初めて今先生から伺いましたけど <laughs> やっぱりちょっと世の中に目を転じてみるとあの 意外と知らないけども、面白そうなところってね。まだまだありそうですね。はい、あますうん、はい、なるほどね。海外の不動産投資のなんかついてみたいのってあります。海外はですね。その国によって税制が違うのと、あ<ー>まあ、あと日本と違ってスムーズに何でも進んでいかないですよね。で<ー>、私自身一度マレーシアの不動産を買おうとしてはい、はい、向こうの法制度が。 ちょっと父として進まなかったのと、ええ、ちょっと不安もあってやめてしまったことがあるんですけどはい、はい、そういう現地の知識というのを事前に持ってやらないと何かあっても対応できないんですねやっぱりどうしてもその間に入る業者さんに丸投げになっちゃったり、ねはい、現地は行かれたんですは行かないで買おうとしてやめたんでだ <laughs> からある程度そういうシステム的にできてて信頼できる <laughs> まあ大手の業者さんとか入ってればね まだそういうういいいこともいいんでしょうけどう、ね、ただやっぱり自分の目で確かめたほうがいいと思います。ね、これはあのもうすべからく運用商品すべてそうですけど特に不動産はさっき先生がおっしゃったように立地だったりね、はい、それから税制の問題で日本では当たり前なんだけど現地行ったら全然違ったり、えー、一応半年後には立つよって言われたのが半年経ってもまだ何も進んでなかったりというのもザざらにありますんで。 え特に海外の不動産に関しては現地にまあ旅行を兼ねて行って目で確かめて、えー、あここだったら面白いなっていうところをまあ選ばれるのは本当は理想ですけどね。そうですね、まあ。なかなかその東アフリカなんかになっちゃうとなかなか行けないです、ね。ちょっと海に行こうかってわけに行かないんでね。行きたいと思いながら行きますね。はい、私もじゃドバイ経由で、えー、行ってみてください。あのエミレーツでぜひ、はい、<laughs> 行って、はい、そのうち行きたいなと。ね どうですか,分かりましたあの田沼先生とは今後、いろんな形であの不動産の分かりやすいその、えー、投資に向けたあの講座ですとか、あるいは税金のいろんなご相談なんかも、えー、いろいろ今、あのご相談して、えー、ご一緒できたらなということで今、今、お話をさせていただいてますんで、えー、また今日あのテレビご覧いただいた方はです、ねあの、不動産に関心がある、 あるいは、ちょっとそういう資産をすでに持ってらして、税金の扱いにちょっと苦慮されているとかいう方がございましたら、ぜひ、種村先生の事務所、ホームページ、あるいはま私どもにご紹介いただいても構いません、ぜひご相談していただけたらなというふうに思います。 あの皆さん、慎重な不動産投資を、失敗しない不動産投資をやってください、はい、やっぱり不動産って流動性がね、そうですね売りたいときにすぐ売れなかったり、ねあの、普通の金融商品とちょっと違うのは、やっぱそこが一番大きなポイントだと思いますんで、はい、しかも1回あたりの,その投資単位の金額はどうしてもね、1万円、2万円って金額じゃないので、えー、それなりの準備と、わ、え、れ、ーまあ、我々側のやっぱり理論武装も含めて。 あと、信頼できる専門家とやはり相談しながら進めていくというのがやはり鉄則かなというふうに思います、えーね、富山第一高校、すすごいですよねサッカーすごいですね、えー、もうね。夢のようですよね。<laughs> はい、富山県でおそらくスポーツすべてのスポーツの中で全国で1位になったというのは多分あれ初めてでしょ昔、坂東村椿ってもうほとんど古い方しか分からない言葉ですけど。<laughs> 高校野球で、坂東栄ジさんが今、有名ですけど、当時、村椿さんという方がですね、魚津高校っていうところにいらして、えー、これがもう歴史に残る名勝負だったわけですけど、その時はベスト8、ベスト4ぐらいですかね。すみません、私はちょっと、<laughs> <laughs> ちょっと存じ上げた。もう、それぐらいやっぱりちょっとスポーツで、その全国、決勝戦に残ること自体が非常に珍しかったわけです。 なんか本田さんの母校だということでね、まあ、下馬評も含めて、まさかという部分も正直あったんですけど、えー、大逆転劇で、ね、優勝しました、えー、まあやっぱり富山の底力を、ね、<え>これから我々も富山県人として、<え>えまた東京で頑張っていきますんで、えー、ぜひ引き続き、えー、楽し三景成塾それから田村先生にもぜひ今後にはあのご登壇いただきたいと思っておりますので、4月以降の。 私どものいろんなカリキュラムぜひお楽しみにしてくださいまた繰り返しになりますけど3月15日ですねパーティー、えー、企画しておりますのでまた詳しくはご案内してまいります田先生本当今日はどうもありがとうございました,あましたでは今日はこの辺で失礼いたしますまた次回お目にかかりますありがとうございました